プレーや、フェルトペンなどを使い、壁などに描かれた図像のことである。グラフィティを描くもの,のことを、ライターやペインターという。日本ではグラフィティを落書きと言い表すこともある。壁画に図像を描く行為は古くは、ラスコ洞窟やローマのカタコンベなどにも見られる。またグラフィティの要素とされる、文字や図像を利用した壁画は、公共物として使用される壁、トイレ、鉄道や、 地下鉄などで、アメリカやヨーロッパのみならず、世界各地で参見されている。1800年代後半にはアメリカで、ボゾテクシノと鉄道員たちが工業用クレヨンを使い、自分たちの物語や時間を知らない人たちと共有するために移動する列車にグラフィティを描いた。それは、モニカーと呼ばれる技術で描かれており、初期のモダングラフィティ作品の一つとされている。 現在知られているようなアメリカにおいてヒップホップ文化から派生、相互作用したとされるグラフィティは1970年代にニューヨークのダウンタウンで始まったとされスプレーやフェルトペンなどを用いて壁や電車などに落書きをすることから始まったとされる1980年代にはダウンタウンの黒人文化とされていた NY のグラフィティが アッパーミドルの白人文化へ吸収される形で、前衛芸術として認められるようになり、それは、映画、ワイルド・スタイルや、スタイル・ウォーズなどでフィクションを交えながら描かれている。初期のキース・ヘリングや、ジャン・ミシェル・バスキアの現代美術のフィールドでの活躍は、アメリカのみならず、ヨーロッパや日本のアートシーンに影響を与えた。キース・ヘリングは、無法者のグラフィティ実行者ではない。 キース・ヘリングのグラフィティは地下鉄の使用されていない広告掲示板に黒い紙を貼り、その上にチョークで絵を描くという温当なものであった。バスキアが10代で芸術活動を始めるきっかけとしてグラフィティ行為があったのは事実だが世に認められた作品はグラフィティをモチーフにした作品であってグラフィティそのものではない。このアメリカのグラフィティ文化の源流として キルロイ山上やギャンググラフィティが見て取れるタギングの一例例外はあるが一般的な分類を挙げる。タグ、スローアップはグラフィティの中でも特にバンダルの色が濃いものとされる。この他にも描かれた場所により特別な意味を持つ場合がある。グラフィティが描かれたミル設計局製のヘリコプター公園、橋、建物、地下鉄、窓などに描かれる。 グラフィティの多くは所有者に許可を取っていない場合が多く、許可がない場合は器物損壊にあたる犯罪行為である。日本に限らず世界各国で社会問題となっている。公共施設や公共交通機関だけではなく、古くからのライターにはタブーとされていた個人住宅の壁、商店のシャッターに描かれるものもある。また、グラフィティ自体を知らなかったり、 グラフィティを芸術と認識しない人にとっては単なる落書きと変わらないため景観保護の観点からライターや施設所有者が近隣住民と対立する場合があるこれらの問題に対応して通常のグラフィティとは逆に意図的に汚れを落とすことでメッセージやアートを表現するリバースグラフィティという手法も生まれているミスバンラによる作品バンクシーによる 作品ライターたちにはいくつかの暗黙の了解があると、される。代表的なものは、すでにあるグラフィティの上に描くにはさらに完成度の高い、図案を作らなくてはいけない、というものであり、このルールにより、グラフィティは、美術性を高めていった。また、対象は、公共施設、交通機関、巨大な建物などとされ、個人商店、個人宅には描いてはいけないというものがあった。 しかし、近年は、ライターモラルの低下によって、それらが決して守られているとは言えない状況になってきている。台北市にある合法的壁面蒸気のルールに着眼して、2005年、落書きで埋め尽くされていた渋谷区、宮下公園周辺では、落書きを消した壁面に、先に完成度の高いグラフィティを書き直し、芸術性の低い落書きを減らす試みを実施している。 これに似た試みは世界各地で行われている。特定の壁面をストリートアーティストやグラフィティのために開放し自由に描いてもらおうというリーガルグラフィティのための壁面を用意する自治体や建物所有者が現れるようになった。アーティストには見回りの目を気にしない発表の場を存分に提供し、 同時に非合法な落書きを減らし、都市の装飾や観光にも使おうとのアイデアである。これには歓迎する立場と、非合法の落書きを減らすことにはならないと歓迎しない立場がある。落書きに特化した美術館が誕生。ストリートカルチャーのリアルなアートを体感。旅ラボ2020年4月10日閲覧。長良川で清流グラフィティ河川敷の地面に描く。 中日新聞。2020年4月10日閲覧。落書き楽しもう。アパレル店、壁開放なら、東向き北商店街、なら。2020年4月10日閲覧。Who is Bozo t e x i n 2 0 2 0年4月10日閲覧。Is Graffiti Really an Element of Hip Hop。2020年4月10日閲覧。アートスケープグラフィティ。 大日本印刷アートスケープ。2020年4月10日閲覧。キースヘリングについて。中村キースヘリング美術館。2020年4月10日閲覧。バスキアとは何者か黒人アーティストというレッテルを嫌った男。美術手帳。2020年4月10日閲覧。刑事事件弁護士ナビ落書きは逮捕される逮捕事例と落書きの罰則。 対処法を解説。2020年4月10日閲覧。ありがとうございます。